アスハ代表から預かって新型ユーモールと新装備の性能評価実験に使っていたの。こういう事態を想定していたわけじゃないんだけど。デスティニー、駆動系統武装は昔のままだけど、コントロールシステムは最新のものにアップデートしてあるわ。ブラックナイツに対抗するには心もとないでしょうけど。カタパルト接続、全システムオンライン、超電動キャパシタ1番から10番臨界到達、誘導システム異常なし、進路クリア。デスティニー発進どうぞ。シンアスカ、デスティニー行きます。インタルス発進どうぞ。ビームは通じない。ルナは援護だ。なんだこいつ。この間はジャスティスだったから負けたんだ。デスティニーならお前らなんかに。見えない。こいつ考えていないのか。ルナ、ルナシン、デュートリオンビーム照射。ありえない。そんな寝ぼけた分身が通用するか。知らないよこんな武器。分身はこうやるんだ。何あいつらの敵。あなたがいます。あ